ピックアップ声ぼんぬはいということで、えー、今回のピックアップ声ぼんぬのコーナーは、えー、太宰治朗読,読家の原清さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします今月の、えー、ボイスブックの収録なんですが、はい、なんと作品がああのー、まあ、映画化はもうまあ、ね、太宰治作品がたくさん映画化されてると思うんですけども、うんはい、まあ僕自身もあの映画を見たことあって非常に思い入れがある<お>作品として、はいうん、ビヨンの妻 ついにこの「ボイスブック化を原清さんにて実現することが<笑><笑>、ね、えこれできますねなかなか、ね、ノーカットで読むっていうことないんですよ。朗読会でも<う>やっぱりあんまり長いと、うんね、皆さんも疲れてしまうのでせいぜいま図書館とかで依頼されても50分ぐらいで読むんですね。ちょっとカットして今日は 一時間十五分ぐらいでしたっけ、うん、全部読んで、うんうん、ね。そうしかもね <laughs>、はい、あのー、まあ我々これまあ自主的に作ってるものなので、はい、まあほらこう。 大手出版社さんからね例えばその依頼受けてやるとかになると、うんはい、やっぱりその「こう誤字脱字」とか、はい、そういったものはちゃんと見ていかなきゃいけないんですけど、うん、これはまあ言うても太宰治朗読家原清さんですから <laughs> もう細かくね「<laughs> はい、誤字脱字」もチェックして、はい、言い回し文字チェックし直して、はいえー、制作しておりますので、はい、クオリティは高いです。<laughs> ありがとうございます。ね、どこに出しても恥ずかしくないですね。あ,ありがとうございます。えー、はい、もう本当に太宰治に対しての思いというか。うん、このね、太宰作品の、え、思いがもう、必死と伝わってくるような。ね、はい、もう、僕はもう、要は、これでただレコーディングをね。はい。あの、しているだけで、僕のクオリティも上がっていくっていうね。<laughs> そうなんですよいや、はいや結構ねあの、うん、ライブでもいろんなところで読んでますしで実はその映画これ2 0 0 0

ちょっと私はそうだってなぜ,なぜかというとはい、はい、実は映画の撮影現場にもしょっちゅう通ってたんです。っていうのが、まあ、あのいろんな方にインタビューをしたりとかもする、はい、ということがあったのででそのと撮っている場面を見ているその見たところに自分の朗読を当てるっていう。うんうん そんなのないじゃないですか。<laughs> 現場で見ていた。そのシーンにはいはい、はい。 確かにそうう当てるといねそれは最初から予定だったんですか予定なく後から頼まれたんですかえっとまあ仕事としてはナレーションインタビュー朗読っていうのはあったのでただどの場面を読むのかなっていうのも全然分からなくってでその本当に冒頭の「慌ただしく玄関を開ける音が聞こえて」っていうところでまさにもう目の前で田貴子さんと浅野忠信さんねがの太宰役なんですが二人の 映像を見ながら、ここの朗読をしたというね。うん、面白かったです <laughs>。いや、なんかもう本当に墓まで持っているようなですね,ね<え>。経験ですよね。そうですよね。いつもほら自分の頭の中でこう想像しながら語ってるんですけど、それが目の前にもあるっていうことがたまりませんでした <laughs>。 なるほど、そこに震えが来るわけだ。そう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 ですよ。まあそれはフレますよね、確かに。だから今回その朗読してても、あのおじさんね、中野でお店をやってるおじさんはイブマサトさんだったんですが、そのそう彼彼の語り口とかもすごい頭にこう耳に残っているし、でおばさんの室井茂さん、室井茂さんでしたね。大谷さん。 いらっしゃるんでしょとかってそういも、顔も全部こう喋り方も全部こう頭の中にあるので。なんかそれから自分の朗読もちょっと変わったのかもしれないですね。びよんの妻に関しては。生で見ちゃったので。そうですよね。で、びよんの妻で。まあ、僕は今日逆に言うと、あの、はらさんを通じて初めて。あ、全部。え、耳で読書させていただいたんですけど。耳で読書。耳で、もうすでに読書。これがな、意外とオーディオブックとかもいいですね。耳で読書。あ、そうなんですよ。 そういうテーマでね。企業さんは今大企業さんそういう風に歌ってます。で、あの初めてね。映画のあれでちょっとあれ足りないんですね。っていうね。話だったんですよね。そうなんです。実はあのビヨンの妻映画の中にはあれ、あのサブタイトルが応答とタンポポっていうのがあってで、あの声本でも私応答読んでますけどね。あの映画の中にはえ。 っていう作品とか、応答という作品とか、なんかちょこちょこね、太宰作品が。入ってるんですよ。太宰好きな人は、あれを見ると、ふふって、うん、あ、これはあそこから持ってきたな、そこから持ってきたなみたいな。それ、すげえ楽しい。楽しいです。すげえ楽しい。原作知ってる人みたいな。やそう、そう。で。 実はねそのモントリオールの監督賞を取ったんじゃないですかうん、うん、確かこれ。そうなんです,ねですよね。であ<ー>あの三鷹市太宰治ゆかりの三鷹市では。はいはいはい 全国に先駆けて上映会やったんです。でその時に三鷹市長え清原慶子市長それでえっと監督の根岸吉太郎さんがいらっしゃってでその時司会だったんです。司会やったんですか？司会やったんです。ねぶかいな。そうしたらね根岸監督がおっしゃっていました。あのダザイ好きな人はねあれを見るとねなんだあの純粋に美容の妻ではないとまあいろいろね。 で私も実は怖いですと戸田さんのお墓にもあのご報告にも行きましたけど <あー S 1> <laughs> お前ってだけどやっぱりそのねあのえ映画っていうのは、うん、まあ作品を離れてまた新たなものとして見てほしいんですっていう話をされてましたねうんうん、うん、はぁ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 ははそうそっかじゃああれですね、うん、これ、はい、ちょっと当面はビヨンの妻を埋めていく作品をちょっと作っていくのがいいかもしれないですね,、はい、なるほどねその中に出て 来る作品を読むと、そう読んで読むっていう。だから今応答とビオンのつばやってるんで、まあ例えばタンポポですか？灯籠と登録っていうのと、その辺をちょっとまた近々やっていけばコンプリートできて、僕の中でビオンのつばが完成する。わかりました。 <laughs> まあおそらくそうやってこうね <laughs> う<ん>やっていきたいですねなんかうんそうかじゃあビヨンの妻が一番あれだったのかな響きが良かったのかな何なんだろう響きというのはその要は一般の人が見た時に、はい、なんかあなんかビヨンの妻っていうタイトルがすごいなんかユニークじゃないですかだからかっこいいっていうかうんなんか気になるんですよだからタイトルってやっぱりすごい重要なんでんそこで決められたのかなと思 それがビオンの妻と灯籠と応答とみたいな,なんかいろいろ混ざってるとなんかちょっとよく分かんなくなっちゃうね、うんうん。で「タンポポ」ってさっきね「タンポポ」っていうのは「葉桜という敵」テキっていうまた素敵な作品があるんですよこれは過去に、うん、あのあの人さゆりさ。 ん吉永小百合さんがさんとも若い時に主演で「真っ白き富士の峰だったかな」という映画のタイトル「うんまあ、葉桜と魔キというタイトルじゃなくて、うん、でも太宰のそれを原作を映画にしたものがあってその中に「タンポポ一輪の花」でも決してこう恥じずに差し出すのが男の最も誠意ある心だみたいな好きな人に対して。はい 大きな花でもな,いなくてもいいタンポポ一輪でもいいんだっていうねそれはまたダザの作品があるんですよそれはあ、うん、あのタンポポなんだなって私は思ったんですけど結構だから根岸監督ねすごいやっぱり読んでるんですよ、うん、きっとね。いい読んで、うん 作ってますまあでもそれで特化してねやっていくとやっぱ映画化までいけるっていうね原さんもそうですけど太宰治郎読がって場所によってはねそれを肩書き取る時もあるんでしょうけどでもやっぱり特化していくとり詰められるるってことですよねねあ意味そうですねだからやっぱ人間はね過去で生きてるんだなっていうかねそう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 まあでもこうやって原京さんたちがやっていくことも未来の人たちにとっては過去で ですから、ね、はいそうやって残していくっていうことが非常に大事だなとは僕は思ってますけどね。あはい、ねあのー、なんか未来の朗読家にね「はいえー、いやこの人がこのレベルなんだったら大丈夫でしょ」って言われるのか「いや,いやこのレベルだから頑張んないとね」とかなるのか。<笑><笑> その、そういうことを考えると、あのー、皆さん病気になっちゃいます、ね。病気になっちゃいますよ。ストレスでね。<laughs> はい、あのー。まあ、まあ、今年は本当6月とかは、あの、方々で読みますので、ダ、うん、太宰治生誕110年なので。うんはい はいぜひねまあまず耳でね読解していただきたいですねそうなんですよねはいもうそうやってもうねださよサムをじゃ今度本当に声の世界で広めていきましょうはいはいということで、はいはなきさん引き続き頑張ってくださいはいありがとうございますはい